ポケモン SV PJ チャージショット2023不具合修正で二葉化に再び開催。本戦結末にまたやり直すんだってな。問い合わせた本戦の出場者にこっそりメールが届いてるらしい。ポケモン大会不具合修正で二葉化に再び開催へ、原因判明で公平ではない状態であることを踏む。今回の不具合について、現在不具合の修正を言ったサラシンデータの作成を言っており、来週15月に2日から2日のいずれかの日程の配信を予定しております。不具合がある状態で開催された本大会の成績のみをもとに PJ チャージショット2023ゲーム部門決勝の出場権付与を行うことは、本大会にご参加いただいたお客様、また日頃よりポケットモンスターシリーズを楽しみいただいているお客様にとって公平ではない選出方法になってしまっていると考えておりますと説明し、調査の結果及び選出方法が公平ではない状態であることを踏まえ、本来の挙動で行われる招待制インターネット大会を5月2日に追加開催する予定ですと伝えた。再戦ギリギリにパッチ配信とか嫌な予感しかしない。招待されていない俺らには関係ないし、切断の集計もちゃんとできてるって言っちゃったせいで、案に成績なしのやつは嘘ついてるって主張してるのくさ。10戦から20戦とか戦で、例えば15戦きっかり全員試合させとけ、こんな面倒なことにならんかったんとちゃいますのん。そもそも連戦強制な上に戦歴もレートも見れなくて、切断で無効試合もあったのが問題であって、対戦数に不満出てないでしょ。15きっちり試合やっても同じこと起きてたよ。真に受け止めからって発売直後にも似たようなの見たな。変えとけいいだろかん。真に受け止め再発防止に努めます。しょうが日本企業のデフォなんだが、なんと今回の公式からのメールには再発防止に関する文言ないらしいな。すげえよ。公式がツイッターでお気持ち表明してるね。案の停車罪一切なし。意地でもご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでしたの一言言わないのくさ。公式の声明見てきたわ。謝罪が一切なくてくさ。12月のアップデの時に不具合について謝罪。ミナモイサハレードで卵が捕まるバグについて謝罪。もうこれ以上謝るわけにはいかないんだよ。この後 HOME の遅れについての謝罪も控えてるんだから。これ以上謝罪を安売りするわけにはいかないからな。ちょろい女に見られるのと同じ理論。ポケモン27周年だしもうアラサーじゃん。アラサーなのにプライドだけ無駄に高いって終わってんな。マンネリ謝罪。ご視聴ありがとうございました。